書きたい作品と受ける作品。次です。田中康平さんとの対談ですね。これあのニコ生のゼミじゃなくてだいぶ古いんですけど、2012年5月のニコ生シンクタンクスペシャルでですね、話した回ですね。それについてはコメントです。ケンジ高橋さんですね。音楽で食べていくにはどうするのが正解ですかって書いてるんですけど。いやもうそれは音楽で食べていくにはですね、ゴールドラッシュ、アメリカのゴールドラッシュの時にジーンズメーカーのエドウィンがですね、大発展したという、この事例をですね、調べていくのがいいと思います。そこら辺にですね、ある業界に就職したい、もしくはそこで働きたいアーティストとして、もしくはクリエイターとして食っていきたいという時に、実はどうするのが一番いいのかっていうのは、アメリカのゴールドラッシュのあたりにですね、ヒントがいっぱいあると思うんで調べてみてください。次ですね、君の名はのですね、配信ですね、君の名は解説した配信についてるコメントです。割れ卵さん、スパイ&ファミリーの作者も同じ感じかな。彼も、本来の作風って、何とももったりしていて、読後感は良くないので、いまいち売れなかった。スパイ&ファミリーの作者、そうなんですか。けど漫画家としての表現力は磨かれていったから、自分の描きたいものを捨てて売れる漫画を描く。そして大ヒットした。スパイ&ファミリーのキャラに思い入れはないと言って、少し反感買ったけど、彼なりのかなり強い覚悟の代償なんだと思う。ああ、なるほどね。新海誠さんがその君の名はで、それまでの自分の作家的なこだわりというのを捨てて、国民作家を、まあね、目指すというかですね、自分にあんまりない部分っていうのを作ったので大ヒットしたって僕に言ったんですけども、スパイ&ファミリーの作者もそうなんじゃないかというのが割れ卵さんの意見ですね。はい、いやいや、どうもありがとうございました。動画へのご意見、ご感想、作家性を貫くことについてのご意見を、コメント欄でお待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。